こんにちは、粟田洋介です。ちょっと冬に入ってから展示会とかイベントとかかなり長い間お休みしてるんですが、今年の5月24日から6月5日まで高円寺の猫の額さんで個展をやります。で、先日その DM に使う絵を描きました。まずは青系の色でバックグラウンドを塗っていったんですが、ちょっと紫系の青、それからちょっとグリーン系の青、あとはちょっと中間の青ですね。そんな感じの色で描き始めました。このバックグラウンドは雨をイメージして描きました。で、個展会場は東京高円寺の猫の額さん。猫のアートとか雑貨を扱ったお店なんですが、そんなわけで私の個展も猫アートの個展となります。なのでこのキャンバスには猫を描きました。個展のタイトルなんですが、この本から引用しました。デスモンド・モリスという方が書いた猫の美術史という本なんですが、この本にはどこの国だかちょっとわからないんですけど、13世紀の迷信で猫が毛づくろいをすると雨が降るというのがあるそうなんですね。で、ちょっとネット検索とかしてみたんですけど、そういう言葉は見つかりませんでした。でも面白いなと思って、その個展なんですが、猫が毛づくろいをすると雨が降るというタイトルになります。そして今度の私の個展は5月24日から6月5日までなんですが、その後日本は梅雨に入りますよね。なので、猫が毛づくろいをすると雨が降るというタイトルにしました。この日本の梅雨が始まる前、夏なんだけど、その7月8月の蒸し暑いのと違って、すごく気持ちがいい季節なので、この季節は私が一番好きな季節です。ちょっと個展とは関係ないんですけど、この本、いろいろな猫の作品とか出てきて、すごく面白かったので、この本の詳細を概要欄に貼っておきます。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください。DM には文字を入れます。なのでこの絵には空白が多い絵になっています。こういう感じの絵に完成しました。結構こういうところに字が書けるように空白を作ったんですが、DM のデザインはこんな感じになりました。絵の部分には字を入れていません。絵の部分にも字入れてみたんですけど、なんかあんまりいい感じに入らなかったので、こういう感じにしました。そんなわけで、私の個展、猫が毛づくろいをすると雨が降るは5月24日から6月5日まで東京高円寺の猫の額さんで開催いたします。開催中の土曜日、日曜日は在廊して毎年恒例のお店の前でのライブペインティングやお持ち込みいただいたものにその場で絵を描くっていうこともやる予定です。まだちょっと先の話なので会期が近づいた頃にまた SNS 等で告知いたしますので興味がある方はぜひ遊びに来てください。ちょっとなんか最後宣伝みたいになってしまったのですがちょっと宣伝させていただきました。ということで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。